アレクシー・ララスことパナヨティス・アレクサンダー・ララスはアメリカ・ミシガン州出身の元サッカー選手、ミュージシャンである。サッカー選手としては、ポジションは DF を務め、アメリカ代表の一員として FIFA フフワールドカップに出場した。引退後はアメリカサッカー殿堂入りするなど、アメリカにおいては偉大なサッカー選手の一人として知られるが、現役時の本人はむしろミュージシャンと自認していた。 ララスは幼少期にキリシャ系の父からサッカーを教わった。大学ではラトガーズ大学を1989年の NCWA サッカー選手権の準優勝に導いた。1990年5月6日、ララスはカナダ戦で初キャップ。1994フィーファワールドカップのアメリカ代表に選ばれた。赤毛の長髪と顎髭という独特な風貌を。 そして堅実かつ豪健な守備ぶりで広く人気を博した。1994年から1996年までの間、セリエ A のパドバでプレーした。ララスは、米国籍で初めてセリエ A でプレーした選手となった。1995年には、全米サッカー最優秀選手を受賞。1996年アメリカに帰国し、メジャーリーグサッカーに参加。 ニューイングランドレボリューション NYNJ メトロスターズカンザスシティウィザーズに所属した1999年シーズン終了後一旦は現役引退を表明したが2001年に現役復帰ロサンゼルスギャラクシーに入団2002年には MLS カップで優勝 MLS ベストイレブンに選ばれた2001年2月には来日しギャラクシーの一員として ブラワレットダイヤモンズと親善試合で対戦、自慢のパワープレイを日本のファンに披露している。アメリカ代表としては96のキャップを数え9ゴールを記録。1992年バルセロナオリンピックと1996年のアトランタオリンピックにも出場した。1998フィーファワールドカップの代表にも選ばれたベンチ入りしたものの、本大会の出場の機会はなかった。 なお、この時のテレビ中継映像ではカメラを生やし立てるような叫び声を上げるなど、ベンチにいながら存在感を示している。2003年、改めて現役引退。サンノゼ・アースクエイクスのゼネラルマネージャーに就任。2005年にはメトロスターズの GM として招かれたが、球団の売却に伴い辞任。2006年からはロサンゼルス・ギャラクシーの GM を務めている。 一方で、ダラスはミュージシャンとしても活動している。ロックバンド、ジップシーズやネクタードロップを結成し、ギタリスト兼ボーカリストとして活躍した。ジップシーズでは CD を3枚リリースし、1998年にはヨーロッパツアーを観光するなど、各地でライブを行っている。この頃の彼自身は、サッカー選手としてよりもむしろミュージシャンを自認していたようである。 それを物語るエピソードとして、イギリスのサッカー情報番組、フットボールムンディアルで、ララスを特集した際、彼は、サッカー場ではなく、スタジオでインタビューを受ける、これまで一番の思い出にライブシーンを語る、そしてインタビュアーから、ボールとギター、どちらを選ぶかと問われた、彼は間髪入れずに、そりゃあギターさ、ボールは、一生蹴り続けられないけど、ギターは、一生な友達だろ と答えるといったさながら MTV のようなインタビューを上げることができる。1999年に現役引退を表明した際も音楽活動1 0年を理由に挙げていた。もっともこの時の引退生活では ESPN などでスポーツ解説者としても活動しており、今日でもクラブ経営の傍らテレビを賑わしている。いずれもジップシーズ名義。ありがとうございます。